そうで、さっきファンミーティンググッズでお土産があるよということでね、オリジナルうちわと色が変わるペンライトということで、ちょっとペンライト、ペンライト色変わりましたね。さっきいろいろね話をしてたんですよ、みんなで。私何色にしよっかな、だいたいこう担当カラーがあるじゃないですか。そう、あ、好きな色になるのかな、何色種類あるんでしょうね。ウザニュースキャスターがこれ10人ですか、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 人いますから、10色変わってくれたら、私が話してる時は何色みたいな、みーちゃん話してる時は何色みたいな。変えてほしいですよね。私も一生懸命そのね、あのアイドルのライブとか行くときは一生懸命カチ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 書いて、この曲の時はそう曲によっても変えたりしてました。何色希望ですかね。いやでもそれぞれ10人いますから、10人ね、あのいろいろあるんじゃない。アスカちゃんと同じにしてくれるんですか、嬉しいです。ね、でもなんか被ったりもするじゃないですか、一人一人やっぱり何色っぽいっていうのがねあったりするのかもしれない。逆に聞きたいです、私は何色っぽいんでしょうね、イメージカラーなんですか。10人思い浮かべて、まあこの人こうだったら、じゃあ私は何色かなっていうのをなんかあったら、もしよろければ何色っぽいか教えてほしいです。誰か何色っぽいですかね。別になんか私にこうこれがいいみたいな今のところ希望はありませんね。あ、青ですか。あ、紫のイメージ、それ多分乃木坂好きだからかな。紫か、あ、紫でも嬉しいかも、紫嬉しい。赤、さっき青もありましたね、青もあった。寒色系が多いですか。あ、レッドブルだけにブルーやろ、いやレッドやろ。違くてどういうこと、全然わかんないんだけど。あ、フェラーリの赤、レッドブルカラーで、コンとか、あ、コンとかも嬉しいな。ね、ぜひなんかペンライト何色か聞いておきますね、何色に変わるんですか。10色だったら楽しいですね。まあ何に使えるかとかもあのまたね変わってくると思うんですけれど、ぜひ。ブルーは牛ですからね、ブルーじゃないですからね、レッドの方かな、はい、レッドやろ。